こんにちは、スペガンです。 D テーマのためのフィンガードラム入門を使った、電子ドラムでの、電子ドラム生ドラムでの練習の仕方ですね。今日は49ページシングルストローク05番6連符の片手の連打、テンポが90です。1拍を6分割、8分音符2つを3分割して、均等のタイミングでタタタと叩くのが6連符です。つまり1小節で24回叩くことになります。これは細かく速い表現を行いたい時に最も効果を発揮します。難易度は高いと思いますが、動画も参考にしてじっくり取り組んでくださいと。まあ、6連符はですね、もうしょっちゅう使われます。しょっちゅう使われるので、しっかりできるようにして体に染み込ませておいた方がいいんじゃないかなと思っています。でですね、一拍を6分割テカ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 みたいな感じなんですが、これちょっと難しくて考え方が、まあ普通に8分音符で、これもう90なんですね、目標テンポが。だからもう100未満なんですよ、最初から。だからもう8分音符でやっていくのがいいのかなと思うんですが、90の8分音符で出すのか、90の 8T で出すのかで叩くノリがちょっと変わってくるんですね。でそれはでも今この時点でこのレベルを練習する人にはそこはあんまり考えなくていいと思うので、8分音符で普通に出してください。まずは 45BPM45 にして8分音符ですね。ただの、そうするとですね、4分音符で3連符を叩いているような感覚になります。じゃあちょっと聞いてみますか。タタ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 タってことですね。そうすると6連符ってことになります。じゃあちょっとやってみましょう。はい、こんな感じです。6連符を叩いてるぞっていう意識は消えますね、さすがに。でもですね、重要なのは今はそれよりもこの速度についていけるかどうかが大事だと思ってください。またちゃんと、メトロノームにはめることができるかどうかですね。そこのトレーニングをしているので、ノリの感覚とか6連符らしさとかはあんまり求めなくていいと思います。じゃあ今度は90にしてみましょう。そのまま90にすればいいです。でかなり早いですね。でですね、これ実はちょっと僕本当に申し訳ないミスだったんですが、フィンガードラムの時はですね、96連符の90を片手で叩くのはギリギリできたんです。でもギリギリって入門じゃないなってことで、新しく重版されたものに関しては60ぐらいに確か落としてあると思います。生ドラムや、こういう電子ドラムスティックを持ったやつでもですね、90で6連符って結構早いです。っていうかできない人も全然いると思います。僕もかなりできないギリギリだったんですよね。でも今ちょっと90で試したら全然できる気がしなかったので、綺麗に。なので60で説明していこうかなと思います。まあ本当は60の半分が30なんですけど、30だと遅すぎるので、もともと90だったものの45でから説明してるんですが、ゴールは60ぐらいでいいかなと思います。こんな感じですね。で余裕がある人は90も挑戦してみてください。すごくその早ければ早いほどいいのは確かなので、僕もですねまたちょっと改めて練習しとこうって思いました。じゃあ今度は同じことをですね、工程を左でやります。まず、45に BPM を変えます。で出してるメトロノームは同じ8分音符で構いません。60でやってみます。だいたいですね、人によっては
まあ、70、80ぐらいまではいけるっていう人もいると思うので、そういう人はですね、この6連符に関しては挑戦みたいな感じでどんどん頑張ってみてもいいと思います。まあ、90相当早いですね。僕はなぜか指の方ができて、スティックだとできなくなってるみたいな、まあ、練習不足みたいなのが出てきましたね。まあ、そんな感じでですね、頑張ってみてください。お疲れ様でした。